ハロウィンエンズのは今日やるのか明日か。日本では公開しないということで、ネタバレになっちゃうので、聞きたくない人は聞かなくていいんですけど、結局その、前回、前々回の出た、今回のハロウィンフランチャイズのトリロジー3部作の最後で、前回、前々回に出たその、まあ、主人公というか、主人公は、殺人鬼であるマイケル・マイヤーズに狙われる方なんですけど、で、マイケル・マイヤーズが今回は、ほんの一瞬しか出てこないと。で、前回、モブに痛めつけられて、4年間、下水道かなんかにこもっていて、そこに迷い込んでくる人を殺していたと。で、そこに誤って子供を事故で殺してしまって、殺人、あの、殺し、あの、殺したというか事故に遭わせてしまって、殺人者と疑われて、街全体からいじめられている少年が迷い込んできて、で、結局殺されずに、そこに説明がないのが、映画が、の、よくわからないらしいんですけど、その少年が、自分の、もともと痛めつけられて、なんか下水道のそばに、橋から落とされて下水道に迷い込むらしいんですけど、で、そこで、自分をその痛めつけてくるやつとか、今の彼女が、マイケル・マイヤーズが狙っている、祖母の、祖母と娘と、孫って話だったんですけど、ほんで、娘とその旦那は、つまり孫のだから両親は前回殺されてるんですね。それで、前回、前々回で殺されてるんですね。それで、で、前回は2回で一晩の、前回、前々回で一晩のことなんで、で、一気に4年前にだから両親を失っていて、セラピーに通っていて、同じく子供を殺したって疑われている少年と出会うわけですけど、そこで、その前の彼氏が警官やってて、その警官にもだから、その少年はまた付け狙われるんだけど、その警官をだから、マイケル・マイヤーズがいるところの、その地下下水道みたいなところに誘い込んで殺してもらうと。で、マイケルはなんか結局殴って、マスクを奪って、そんで、あちこち殺し回るっぽいんですけど、最終的には。で、その前にも殺して、そこにマイケルが現れて、なんか一緒に殺したりする。で、それもなんか説明がないらしくて、なぜそうなのかよくわからないらしいんですけども。でも結局、その少年は、その女主人公である祖母に、殺されるというか、戦ってるうちになんか、結局その孫娘を手に入れられないんだったら死ぬみたいな感じで、なんか自分の首を切っちゃうらしくて、その時マイケル・マイヤーズのマスク盗んでるんですけど、で、その後、マイケル・マイヤーズがマスクを取りに現れて、その時まだ少年は生きていて戦うんですけど、首をへし折られると。で、ところがマイケル・マイヤーズは結構一瞬で女主人公に殺されちゃって、で、その死体を結局なんかジャンクヤードっていうか、車解体工場の車を解体するスクリュー、ミキサーに入れて、バラバラにして終わりってだけらしいんですけどね。で、結局何が言いたかったのかっていうと、それは、誰もがマイケル・マイヤーズになり得るっていうか、そのマスクを被るという行為が、結局人を殺しまくるときに超人的な力を割と発揮するんですよ。多分ね。マイケル・マイヤーズじゃなくて、その少年が。だから、そのマスクを被ることによって、それが憑依すると。で、そこもあんま説明がないらしいんですけど、で、僕が思うに、今回だから、マイケル・マイヤーズっていう存在がスーパーナチュラルな感じだったんですけど、前回は。そうじゃなくなってしまって、なんていう、誰もがマイケルになり得るっていうか、誰もがマイケルであるというか、マスクを取りさえすれば、マスクをその、で、マイケル・マイヤーの、ハロウィンシリーズのマイケル・マイヤーズのマスクっていうのは、第1作から12、3作まで今まで続いてるわけですが、それぞれのマスクが、
売ってんですね。あの、バージョンがちょっとずつ違うやつが。映画の中でかから、ワン、ツーがあって、で、スリーが違う映画にしろと思って失敗して、フォーなんですけど、フォーの時に、かなりいい加減なマスク、フォー、ファイブとかなりいい加減なマスク、ワン、ツーに比べていい加減なマスク出てくるんですけど、本来の映画で。そのいい加減なマスクのコピーまで売ってると。で、マスクをだからレビューして、その、今回の三部作、2018年、22年、あの、今回の三部作は、そのマスクが、ちょっと変色、十何年経ってるって設定で腐ってんだ。何十年経ってるか、腐ってんですけど、その腐ってるやつを、腐ってるバージョンも売ってんですけど、その腐ってるバージョンを売る前に自分で作ろうとか、マスクにすごい、マスクのレビューしてる人がものすごくアメリカに多くて、そういうのを見ても、その誰もがそのマスクをかぶって、そのマイケル・マイヤーズになるというふうな、あの、なり得ると。っていうか、ね、心の中にそれを持ってると。実際にその殺人を犯すとか言うんじゃなくて、その、心の中にそういう要素を持ってるというふうな話で、なんか言いたいんじゃないかと。で前回その、あの、殺されるその、孫娘の母親、その主人公の娘ですけど、一回マイケル・マイヤーズのマスクをあの、農業器具でマイケルを背中が刺した後に、マイケル、あの、マスク取るんですね。で取って、とんでも農業器具で突き刺されてるにもかかわらず、それを抜いて起き上がってきて、で、それでそのマスクを取り返しにマイケルが来るんですけど、で、それで、あの、モブのところにおびき寄せていって、モブに、あの、めちゃくちゃに殴らせたり、撃ったり、刺したりするんですけど、結局それが、あの、結構致命傷のはずなのに、それ生きてるから、スーパーナチュラルな、超自然的な存在じゃないかとか思われたんだけども、結局それが今回の設定では、たまたま偶然、打ちどころ、あの、当たりどころが、あの、悪くなくて、よくて、あの、急所に当たらなかったってことになるんでしょうけど、でも、そのために弱ってると。でも4年間も下水道で生きてるんですからね、それでも。で結局その、マスクをその時使う、あの、孫娘の母親、主人公の娘が取って、おびき寄せるんです。おびき寄せるんですけど、で、そんで、地面に置いたそのマスクを、その、拾ってつけてる時に、モブが襲ってくるんですけど、待ち構えていた。だったら、その、取ったマスクを、だから、その、殺された、その、孫娘の母親である、その、主人公の娘である、その人、カレンっていうその女性が、その、マスク取った時に、その人がつけてたらどうなったのかな、とかいう話にもなるんですけど、まあ、誰もがマイケルになれるというふうな形、あるいは、心の中にマイケルを持ってるから、っていうふうなことを言いたかったんじゃないかっていうふうに、まあ、あの、まだ公開してない段階で、その、昨日のプレミア上映で出てた、あの、ネタバレの話を聞くとそう思うんですね。だから、これはだから、その、変身願望とか、その、すべてのものに当てはまるんですけど、その、バットマンの映画でも、バットマンがその、最新のバットマンでも、バットマンが気絶して、病院に運ばれるときに、そのマスクを、あの、医者が取ろうとした瞬間に、その、あの、億万長者である、その、バットマンの中身の人が目が覚めて、マスクを取られまいとして、あの、暴れまくって逃げ出すってシーンがあるんですけど、その、マスクを、で、バットマンとかアイアンマンってだから人間が入ってるわけじゃないですか。そのスーパーマンとかと違って。でも、マスクとかその、あの、パワードスーツみたいなのをつけることによって、なんか、強化されるみたいな話になっていて、その、で、まあ、仮面ライダーにしろ、ウルトラマンにしろ、全部変身願望ですよね。だから、その、で、その、変身によって成り変わるというのがどこまで。で、それをだから現実に当てはめて、その現実のメタフィクション風に、あの、小説を書く、小説についての小説のような感じで、その変身願、あの、変身願望を作っている、あの、ことについての、あの、小説みたい、あの、その作品みたいな形に二重三重にしていくと、その、どのような、その、批評があり得るのかってことで、まあ、今回はフィクションですけど、その、ハロウィンフランチャイズ全体の、その、
なぜこんなに受けてんだろうっていうことも含めた問いかけをしたかったんでしょうねっていうふうな気がしないでもないですけどね。ただそれを映画の中で、しかもその、前回パンデミックがあってから4年、撮影が伸びて、その撮影伸びた4年間の期間って中に入れ込んじゃったみたいですけど、だからその、その前はなんかシナリオが違ったらしいんで、それどうだったのかとか、まあ、いろいろな疑問は湧きますし、前回その、詳しく書かれたあの、サブキャラの、あの、保安官っていうのが、なんか、今回はほとんど出てこないって、前回詳しくそのサブキャラの過去を描いて意味がないじゃないかとか、いろんなことが言われてるんですけども、まあ、まあ、物を作ってる時にはそういうのはありがちなことで、その、別の話ですけど、子連れ狼っていうやつの漫画を見た時に、その、前見た時に、その、テレビシリーズとほとんど同じなんですが、もう7年間続いて、あの、世界で1000万ぐらい売れてんのかな、なんか知らないけども。それ見たときに、その、漫画版のテレビ版とほとんど同じなんですけど、あの、ただ、その、で、キャラクターの描き分けとか、あの、顔の作りまでなんか俳優合わせたのか漫画合わせたのかわかんないぐらい、なんかサブキャラまで似てるんですけど、ただ、あの、漫画版の方が、あの、絵でやってる分だけ省略してんですよね、その描写を。だから同じシーンでも、あの、テレビ版の方が、あの、カット割りが多いんですよ。だから、コマで言えば、コマ割りが多いわけですよ。だから、その分、その、だから、時間を持たせるために、どうしても、その、同じコマでまあまあいるわけでいかないですから、テレビ版は、同じ1話を作るにあたっても。だから、これどうなんでしょうね。例えば、その、一つの漫画で全くその、あるストーリーがそのまま漫画化さ、あの、まあ、テレビ版の方が、サブストーリーはちょっといくつも入ってたりする場合もあるんですけど、一つのストーリーに対して一つの漫画があって、その、コマ割りと、そのテレビ版のカット割りを比較してみたら面白いですね。全くあの、ストーリーが同じものについて。なんかセリフとか、サブの挿入歌みたいな、あの、子供童謡とか、その、あの、いろいろ挿入歌みたいなのが入ってくるときに、その挿入歌の歌詞まで同じなんで、全部原作者が歌詞が書いたものをそのままあのメロディーを載せてるんですけど、そこまでその一緒だと、その完全に一緒なその一話の漫画と一話のドラマ、あのテレビドラマで、小回りがどんだけ使われてるかって比較すると面白いですね。だから逆に漫画見ると省略され続けて、過ぎてて分かんないんじゃないかってぐらい分からない。その逆ですね。だからよくその原作をだからあの映画化してしまったために省略してるからとかいう話が、原作見ないと分かんないんじゃないかっていうのがあるように、その逆で、その、あの、漫画の方、原作である漫画の方が省略してるように見える。ある行為を描写にあたって。だからその、アクションでもそうなんですけど、こうなってこうなるっていうのが、だから、一コマになっちゃってて、あの、逆に分かんないんじゃないかって。そこら辺はさーって見ちゃったんじゃないかって。そのアクションで言えば、例えば、あの、武器がどこにあって、どういうふうに使って相手を殺したかとかもあるんですけど、それもだから、あの、漫画版の場合は、ささって言っちゃうんで、まあ、相手殺したって分かればいいかって感じで、まあ、見てると流しちゃう感じもあると思うんですけど、まあ、一応なんか、動画にしたらそうはいかないんで、その、つなぎみたいなの、あの、シーケンスを作っていかなきゃならないから、だから、そのプロットっていうか、物語のプロットじゃなくて、動きのプロットみたいなのも、ちゃんとその、動画の場合は、ちょっと一応、あの、細かくできれば、まあ、時間的にできないとか、あの、そのうちなんか同じカットばっか撮ってて嫌になっちゃうとかあるでしょうけど、その、だから、同じカット撮るために、だから何日も使っちゃうとかね、ある一瞬とか、1秒のカットのために何週間もかけてしまうなんて人も、昔の話では聞きますけど、まあ、そんなことやったからうまく、あの、相手がそう受け取るかはまた別なんで、その、それを比較すると、あと、もうそれを連想するのが映画の、あの、原作の小説があった場合に、小説と、まあ、かなり再現している動画があるとすると。テレビにしろ、映画にしろ。で、それが、その、だから、意訳してんじゃなくて、だいたい意訳しちゃってるんですけど、その、小説の場合は、あの、映画とか見ると。あの、かなり変えちゃってるから、ただそうじゃなくて、かなり忠実なものがあるとして、じゃあ、それが、だから、その、漫画の動画化と、その小説の動画化って言ったときに、で、忠実にコピーしてる場合に、どう違うのか。やっぱり小説の方が情報量が多いのか、逆に。
だから、その漫画と動画だと動画の方が情報量が多いんですよ。だから漫画の場合逆に言葉で説明しちゃってる場合もある。と書きとか、それとか、登場人物のセリフとかで。だから、じゃあ小説の場合は、まあ小説の場合はだからある情景が描かれても、逆に、それが、解釈がいくつも出てきちゃって、どういう絵にしたらいいか逆に分かんなくなっちゃうってあるかもしれないですけど、だから文字で書いたものと、だから脚本は結構簡単じゃないですか。で、そうではなくて、背景描写とかも含めた情報量でね、全く原作に似せようとした時の話なんですけど、どうなんですかね。脚本だったら、まあ、情報量は少ないですけども、その小説と、漫画と、動画ね。で、この三つ並べたときに、情報量とか、カット割りとか、関係はどうなのかなってちょっと思いましたね。